田を通して、さあ山下仕掛ける、縦に仕掛けてクロスが入る、はい、ヘディング、惜しいし、ラペコ中村のクロス、ヘディングシュート、センターへ、ヘディング、板のフリックから左サイド入れてきます、ヘディング、泉、永井は今中にポジションを取っています、縦パス、ゆか繋がって左足、胸コントロールからもう一度左足、強烈、ゆか極めてベーシックなところがすごくやっぱり硬いですよね、ゆかは行く、入れ替わった、浮かせてくる、さあボール向かっていくようなボール、パーから来た、稲垣粘る、ユンカー、フォーから今度は伊藤亮太郎、うまく相手をかわしていく、原川ついていきますが、スルーパス、水戸が来た、前を向いている、取られない、キープ新潟、崩した、さあ伊藤、伊藤、伊藤のスルーパス、鈴木のシュート、カットインして右足、シュートの構え、伊藤シュートで来た、まずこう背後、自分が前向きでプレーできるところにポジションを取りますからね、さあ拾ってシュートだっています、小島、さあ入れ替わるか、チャンス、新潟、水戸が行きます、水戸が行きます、独特のリズム、キレキレのボディフェイント、縦に行った水戸、伊藤健二サイド変えました、水戸俊介ドリブルあります、中にも鈴木が動き出す、水戸俊介細かく相が前が空いてシュート、背後スペース、水戸、水戸いける、浮かせる、中央、金子、田中、小柏は走らせる、小柏は速い、クロスボール合わせた、決まりました、岡村から、ここにも種、金子スペースに小柏、切り返して小柏の左足、小柏から荒野へ、小柏に抜けてくる、ペナルティーエリアの中、畑中がよく詰めた、素晴らしい、取って前線3人、はい、カウンターというところだと思いますからね、これもとにかく粘り強く下がらずにいけるかどうかだと思います、河原澄田仕掛けてから、バングーナが一旦左サイドの展開、さあ仕掛けていく、河原澄田持っていってエリアが入っていって、面白い、ここに河原澄田、高い位置、バングーナがデカシーフも前線にいます、ドリブルで仕掛けていく、ドリブルでまだ入っていく、エリア中仕掛けていきます、ここは川崎が体を寄せて取りました、京都サンガ FC です、ここは藤井が持ち出していきます、ただ奪った川崎だ、川崎から、川崎まだボールを持つ、パトリック、白井が前にいますが、バングナガンデカシーディエゴ・リベイラ、カットした川崎、さあ競り合いに勝ってこのボールを運んでいきます、近藤、近藤よくタックル入りました、です川崎がゴール前に走り込んでいましたが、ただ相手は鈴木優真以外うまくブロックを作っています、さあ遠藤かが敵に来る、カットした鹿島、飛ばしていく、ここプレッシャーに行く、佐野、樋口から佐野へ、さあ鹿島、佐野切り返し、佐野シュート、
ダー運んでからロングフィード、セカンドボールは本田、もう一度大迫に出します。技術の高さを年々上げていますキム・ジンヒョン。ホイブラーテン入れ替わりで背後、そうここまで運んで、さあ今度はこの浅いラインの背中、モーベルグが来た。ウスとホイブラーテ、そして対角のパス、落としたところ、シュートだー、先制点は浦和。で、はい、こぼれてパトリックの前、パトリック左足、ナイスキーパー、ランゲラック。そうですね、はい、さあパトリックだ、パトリック、パトリック右足、ナイスキーパー、ランゲラック。そして川原、藤田、ランゲラック、矢崎先頭、細谷、いいタッチ、浮かせてきた。